アナさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、Welcome Osaka。 皆さん、大阪にようこそ。はじめまして、アナと申します。スペイン人です。日本語の学生でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。10年前に日本語を数ヶ月勉強したんですけれども、これだけが私が今記憶している日本語でして、もし間違ってたら申し訳ございません。まず最初に、オーガナイザーの皆様、ワールドキャンプ大阪、このような場をお与えくださいましたことありがとうございます。そしてまた皆様参加いただき、聞きに来てくださったことありがとうございます。またデザインチーム、この素晴らしいカバーですね、トークのためにこの表紙を使ってくださったことありがとうございます。私のプレゼンテーションですけれども、このオフラインのイベントをワールドビジネスにどのように取り組むかということをお話ししたいと思います。ワールドプレスイベントというものに焦点を落ちますけれども、しかしながらこれをもってですね、皆さんにいくらかの洞察をお与えできてですね、マーケットのイベントですとかネットワーキングといったようなイベントに参考にさせていただしていただければと思います。今日インターネットですとかオンラインの世界に焦点が置かれていると思います。もちろんこのインターネットの世界においては非常に重要なことです。 SNS をやったりですとか、あるいは SEO 対策をしたりですとか、そういったオンラインアドを活用するということは重要なんですけれども、しかしながらオフラインの世界も過小評価してはダメだと思うんですね。実際にイベントに参加してインターネットを超えた現場でそういったことに目を向けることも重要だと思います。ですからこそ、このワードプレスイベントというもの、あるいは非ワードプレスイベントというものを開催して、皆様に何かヒントとなるものを、情報を与えられることができたらというふうに、このような機会を設けさせていただいております。プレゼンの本題に入る前にですね、自分自身の自己紹介というものをしたいと思います。何年か前に日本に来ました。休暇中にですね、そして日本が大好きになりました。文化ですとか国民、素晴らしいなと思いました。そしてまた絶対に戻ってきたいというふうに思いまして、で会社に相談をして日本に3ヶ月行ってもいいよという許可をいたんです。ですから、こうしてここにいられるわけで、非常に嬉しく思っております。この3ヶ月間日本で過ごすことができて光栄に思っています。またですね、この機会を用いてワークキャンプに参加して、またプレスコミュニティに参加をしたいというふうに思っています。またそれ以外にですね、スペインでヘッドオブマーケティングをしていました。サイクロンという会社ですね。そして、プロバイダーなんですけれども、そしてブルガリアに本拠点を置いております。スペインのマドリードにもオフィスがあります。ワードプレスをやっているホスティングもしていますし、クラウドなどのホスティングもしています。また英語ですとかスペイン語、イタリア語などさまざまな言語でサービスを提供しています。何年か前にサイクロンというところに入りまして、ワードプレスコミュニティということを知りました。マーケティングのバックグラウンドを持っているわけなんですけれども、マーケティングイベントに行きますと、その雰囲気というのが非常に違ってるんですね。そのコミュニティのその感じ、感覚というのが違うんです。ワードプレスというのは本当に実際のつながりを感じられるようなところです。ビジネスを超えて人と人とつながれるような感じがあります。コミュニティの雰囲気ですとか、また貢献もできますし、そして友人、またビジネスのつながりも増やすことができます。ですからこのサイクロンでですね、 MTB で働いていました。マーケティングデパートメント、それからリサーチで働いたわけなんですけれども、そしてしばらくマーケティングデパートメントでロンドンでも仕事をしていました。そしてこれがコンテンツになります。3つのキーエリアになりますけれども、
このワードプレスイベントをマーケティングストラテジーにどのように取り込んでいくかという話ですけれども、コミュニティバリューが一つ目、二つ目がビジネスバリュー、またこれをいかに参加できるかということについてお話をします。コミュニティバリューですけれども、皆様ワードキャンプに来られたことがあるかどうか分からないんですけれども、あるいはこれが初めてかもしれませんが、最大級の、世界で最大級のコミュニティと思います。なんか素晴らしい特別なコミュニティですし、これによって皆様がさらに拡大、ビジネスを拡大することができます。また自分自身の知識ですとか、あるいは人と会う機会も増えますし、またビジネスの その目的というものを達成することもできます。コミュニティが拡大するとですね、やはりビジネスにもプラスになるわけです。ワードプレスが同じように拡大をしていくということですね。それではどのように起こしてそれを達成するかという話をします。このワードプレスのコミュニティの目的は知識を共有するということです。ワードキャンプに参加していただきますと、マーケティングですとか UX ですとか SEO、 あるいはアントレプレナーシップ、また開発、さまざまなエリアのお話を聞くことができ、それをビジネスに生かすことができます。これが主要なメリットだと言えると思います。もちろんこの知識をですね、オンラインリソースからも得られると思います。ポッドキャストとかビデオを、 YouTube ビデオとか記事とか、そういったことから入手することもできると思います。しかし、この違いは何かと言いますと、オンラインリソースの違いは何か、オフラインリソースの違いは何かと言いますと、スピーカーと実際にお話ができるということです。スピーカーと共有ができる、そのトピックに経験のある方々といろいろ議論をして、その方と実際のコネクションを作ることができるということです。それによってビジネスのプラスになると。そしてブログにコメントをポストすることもできますけれども、そのコネクションというものはまた違ったものだと思います。ポテンシャルのパートナーと会うこともできますし、プロダクトを進めてくれるような、そういったチャンスもあるかもしれません。だからこういったワードプレスイベントで知識を共有するということはすごく有意義なことだと思います。2つ目ですけれども、新しいメンバーを引き入れるということです。ワードプレスコミュニティの目的としては成長を続けるということです。コミュニティを強くさらに拡大するということです。皆さんご承知の通り、ワードプレスのエコシステムというのはさまざまなエージェントからなっております。中小企業ですとかデザイナー、デベロッパー、またマーケティングエージェンシー、ブロガー、いろいろな方々が参画しているわけでして、ワードプレスからそういったことでメリットを得ているわけです。ご承知の通り、このコミュニティをさらに拡大していく、さらに強くしていくということによって、皆様がこのクライアントベースを拡大できるんですね。潜在的なクライアントを拡大していくことができるんです。またパートナーベースも拡大することができます。またワードプレスイベントに参画する方々ですけれども、ビギナーの方もいらっしゃれば、ワードプレスを使い始めたという方もいらっしゃいますし、ビジネスやブログに活用しているという方もいらっしゃるでしょう。あるいはワードプレスを何年もやっているという方もいらっしゃるかもしれません。ですから、この専門知識のレベルというのが様々なんですね。ですからレベルによっていろいろなトピックを吸収することができますし、それによってビジネスに生かすことができます。様々なプロダクトを扱っているとします。いろいろなプラントでいろいろなプロダクトを使っているとすると、そのいろいろなユーザーからいろいろな知識を得ることができますし、またこの知識を共有することによってさらに拡大していく、またそのリソースを拡充していくことができます。最後に将来的にユーザーのベースをですね、拡大していって、より大きなプロダクトを売ることができるかもしれません。さらに充実したフィーチャーを持った、また高い値段
間でこういった製品をリリースするというような可能性が広げるわけです。2つ目のポイントとしてビジネスバリューがあります。ワードプレスイベントに参加していただくとビジネスバリューを得ることができます。例えば他のタイプのイベントにと比べてみますと、一つはですね、直接的なウィンドウディスプレイ、プロダクトに対してディレクトなアドバイスができるということです。フィーチャーを直接見せることができるし、どのように機能するかということを見せることができる。ですから今のクライアント、潜在的なクライアントにもプラスになるわけです。さらに新しいプロダクトをローンチするかどうかの意思判断のプラスにもなると思います。 SNS を通してブランドイメージを構築することもできるでしょう。ですからこのプロダクトをお披露目するのにもってこいの機会だと言えます。2つ目のパートといたしましては、コンペティターの情報を得れるということが一つ挙げられると思います。実際に来ていただくと、いろんな競合が参加しているのも見られると思います。そして彼らのプロダクト自身も展示しているでしょうし、それによって彼らがどういったプロダクトに力を入れているかということが分かりますし、フィーチャーを見ることができる、あるいはマーケティングですとか、どういった顧客を取り込もうとしているか、あるいは ebook のローンチをどういうふうにやっているかとか、どのようにですね、情報をマーケティングの情報を取っているかとか、そういったことを知ることができるんです。そしてこのイベントのいいところは、このリサーチをオンラインではできないというところがありますね。そしてそのイベントではですね、実際にコンペティターと話すこともできます。ワードプレスイベントでならではのメリットだと思います。私がマーケティングイベントに行った時には、競合と話すことはできるんですけれども、それは全く違った体験です。あんまり簡単に話すことができません。何が知りたいんだと、どういった情報を取りたいんだとか、開示したくないみたいな雰囲気があるんですけれども、しかしながらここではすごく雰囲気が良いというか、その競合のところに行って話したり、あるいはパーティーに参加して親密に話したり仲良くできたりするんですね。それこそがやはりワードプレスイベントのメリットではないかというふうに私は感じています。これは他のイベントと全く違った点です。そして顧客に会うこともできます。現在の実際の顧客、そして将来の顧客にも会うことができます。もちろんオンラインで会うこともできます。例えばツイッターでのアカウントにツイッターをしてきたり、ブログにコメントを残したり、 E メールを送ってきたり、でも最終的に私たちみんな人間なんです。ツイッターコメント以上に、やはりリアルな人間として、リアルなニーズ、リアルな問題を語っていくことができる。この AI の時代において、チャットボットなどいろいろあります。でも私たちは人間がまだ価値があるというふうに思っています。そしてこれからもあり続けると思っています。実際の人間としての価値、人間がどのように他の人を助けることができるのか、イベントに出ることがあれば、お客さんと話すことができれば、非常に貴重なインサイトを受け取ることができると思います。そして製品を改善していったりすることができていくと思います。どのように顧客のために改善をするのか、やはり顧客に対して何かサービスをしたいわけですよね。そしてビジネスをしっかりとサポートしていきたいと思ってやっているわけです。したがってこのオフラインで会っていくということで、より良い印象を与えていくこともできると思います。顔をやはりつけることで、このブランドのイメージが変わっていきます。そして改善をしていきます。このブランドのアドボケットとなって、そしてそれをしっかりと推奨してくれるということもできるわけです。これはなかなかオンラインではしがたいことだと思っています。
それから顧客のみでなくパートナーと出会うこともできます。皆さんデザイナーとしましょう。そしてウェブサイトのデザインをしています。何かまあコードのところで困ってしまった、そしてまあウェブサイトを少し変更して改善をしていきたいと思っている、こういった時にまあ開発者に会うということも非常にいいことだと思うんです。ビジネスの絆をそういったところで作っておくと両側にとって非常に役に立つ価値のあることだと思います。そしてインフルエンサーに会うこともできますね。非常にまあ世界のオンラインで非常に知識があって、そしてワードプレスについてよく知っている方、どういった皆さんのビジネスに恩恵を与えることができるのかということも教えてもらいます。できるだけ声をかけて、そしてアプローチしてみましょう。非常に良い経験になると思うからです。すみません。皆さん今回参加してくださってよかったと思います。今日ここで実際に会って、そしてここでまあ持って帰れるものをいろいろ持ち帰っていただいて、ビジネスに応用していただく、これはオンラインではできないことだと思っています。それから将来の社員、将来の従業員になってくれる方に会うこともできるかもしれません。私例えばブースを立てていますと、ある人がやってきて、そして自己紹介をする人がやってきて、で、まあ、私のこの企業のことを、まあ、すごい好きであるということを言ってくれるわけですね。そして私とてもそれを聞いて嬉しかったです。彼は私たちの社員になりたいということなんです。ということは皆さんがやはり何かいいことをしているということなんです。ブースに来てくれて、この素晴らしい、まあ、皆さんの一部になりたいと言ってくれるということは、皆さんが正しいことをしているということの証明だと思います。そしてワードプレスだけではなく、いろんなイベントでこういったことはできると思っています。ではどのように参加をしましょうか。いろんなレベルで参加ということができます。ワードプレスのイベントに対してどのように参加をするか、まずはもちろん参加をするということですね。いつワードキャンプが行えるのかということを知って、そしてチケットを買って、そしてワードキャンプに行くということです。ワードキャンプに行く前に事前にリサーチをすればされることをお勧めしたいと思います。そしてスピーカーについても事前にチェックをされることをお勧めしたいと思います。そうするとワードキャンプに行くと、自分が会いたい、話したいと思っていた人に狙いを絞って会っていくことができる。そしてビジネスの情報を出してもらうことができる。いろんなネットワークをして情報共有をしていくことができるからです。でもこの T シャツですね、自分の会社のロゴをつけた T シャツを着て動いて動き回って、そしてブースに行っていろんな人に話をして、特にいろんなネットワークをしてください。ネットワーキングを単に参加をして眺めているだけではなく、前向きに積極的に参加してみましょう。自分の企業のビジネス、いろんなそのビジネスについての情報を出していただいて、そしてまた他の人の言っていることも聞いてみてください。いろんなアイデアを持っている人と出会って、そして皆さんのビジネスに応用することができるかもしれません。そしてその次のステップとしてはボランティアです。これワードプレスイベントでとても関係がありますね。ワードプレスというのはネットワークをしますので、そういったまあ出来上がった組織でボランティアをするのは難しいと思いますが、ワードプレスではできるんです。手伝いがしたいというふうに言います。例えばワードキャンプでやりたいと、どうしたらいいですかというと、これによってしっかりとコネクションが絆としてつながる、単に参加をするよりはより強い絆を得ることができると思います。そして、皆さんの予算にもよりますが、
スポンサーするということも可能です。このワードプレスイベントでいろんなスポンサーシップがあります。ブースにぜひ行っていただいて、ワードキャンプのブースに行っていただいて、ここミーティングポイントになっていますので、クライアント、パートナー、いろんなことを知ることができます。そしてアフィリエット、そして自分のプロダクトを見せて、そしてゲームをしたり、でいろんな方と、まあ、こういったゲームをすることで、リードをたくさん得て、マーケティングをこのコネクションを使ってやっていくということが可能です。これで非常にポジティブな前向きなイメージを作ることができるので、より大きなインパクトをオーディエンスに対して残すことができます。ここ非常に重要なんですけれども、コントリビュートをする、貢献をする、このワードキャンプで何かやっていくということです。ボランティアでこれは成り立っているイベントです。やはり、まあ、T シャツ、マテリアル、いろんなケータリングをするということ、こういったことでも貢献ということが可能になっています。それからオーガナイジング、私はこのワードプレスイベント、ワードキャンプなどはやったことはありますが、やったことはありませんが、マーケティングのイベントはもう4年間やっています。もうこれは究極のブランディングの経験となります。例えばトピック、そして参加者、そしてスピーカー、そしてどのような目的をするのか、ロケーションどこに選ぶのか、いろんなことをコントロールすることができます。スポンサーをすること、オーガナイズをすることによって、例えば今回はマーケティングエージェンシーにアクセスがしたいと、そしてリストを作って、ターゲットにしているもののリスト、会社のリストを使って、そしてチケットを買って、そしてスピーカーもセレクトします。正しいトピック、例えばマーケティングエージェンシーを勧誘するということであれば SEO、 e コマース、ソーシャルメディア、そういったことがやはりトピックになりますね。そうするとうまく勧誘することができます。そして来ていただくことができます。それから例えばこういったインフルエンサーにアクセスしたいと、とても SEO にとって力、まあ、力を持っているようだ、いろいろ、まあ、知識を持っているようだ、例えばここにこのマーケティングイベントでトークをしてくれないかと、 ESG について話をしてくれないかということができます。そうするとこのインフルエンサーはより興味を持ってくれるわけですね。皆さんにとっても、まあ、より誘いやすいと思います。そして来ていただきやすいと思っています。また自分自身を例えばあるエリアのエキスパートとして自分をポジショニングをして、そうすると、まあ、そこからそのポジションから皆さんのクライアントに対して、もしくはノンクライアントに対していろんな知識を出していくことができる。そして得た知識を皆さんの自身の商品に生かしていくこともできます。最も重要な時はイベントをするときにネットワーキングをするということです。一番主な目的としてはやはりネットワーキングになります。ネットワーキングをたくさんする、これが非常に価値のあるところです。でも、単にその大きなベニューでやればいいという話でもありません。予算の問題もあります。ミタフォーマット、皆さんデザイナーとしてみましょう。そしてウェブサイトを今デザインしています。そして、今マーケティングに興味を持っていると、もしくはデジタルマーケティングをやろうとしている e マーケティングで、それをミットアップを作るわけです。そうすると、皆さんがこういった潜在的なクライアントに会うミーティングポイントを作ることができます。まあ、これはそんなにお金がかかる話ではありません。非常に簡単にできると思います。
こういった今日いろんなインサイト、皆さんぜひお役立てていただければ非常に幸いに存じます。でワードプレス、そしていろんなイベント、まあ、ワードプレス以外もあります、マーケティングとか、こういったものをビジネスマーケティング戦略に生かしていただいて、そしてビジネスの成功をお祈りしています。もしご質問がありましたらこちらでお受けしたいと思います。ありがとうございます。Thank you, that's all right. Okay. ではまだ少しお時間がありますので、何か聞いてみたいことなどございましたらぜひ、聞いてみていただけたらと思うんですけれども、ご質問のある方手を挙げていただいてもよろしいですか。 Okay, you have the question, right? Just a moment, just, she will take you the mic.Hello, Anna. Anna さん、こんにちは。Thank you. ありがとうございました。Information about the benefits of community. コミュニティのメリットについて教えてくださってありがとうございました。私の質問なんですけれども、小さい企業がどのようにこのような参加からですね、メリットを得られるかということを聞きたいと思います。ちっちゃい企業さん、非常に小さな企業さんですかね。そうですね、スタートアップとかちっちゃい企業です。ビギナーとかスタートアップとか、そういった小さい会社はコミュニティイベントに参加することでどうやってメリットを得られるんでしょうか。そうですね、もしスタートアップの企業でいらっしゃるのであれば、すごく孤独だと感じることがあると思うんですね。やり方が分かんないとか、巨額なバジェットが必要だとか、人を雇わないといけないとか、そういったことがやっぱりビジネス上起きてくると思うんですね。なのでそういった時にワードプレスコミュニティに行っていただくと、こういうエージェントとにも会えますし、マーケティングエキスパートとかデザイナー、デベロッパー、インフルエンサーなどなど、さまざまな人々に出会えることができるので、その方々から情報を得たりアドバイスを得たりすることができます。それでビジネスに生かしていただくことができると思うんですね。そうすると孤独感というのが薄れてくると思います。コミュニティが私を僕を支えてくれるんだというような気持ちになってきて、なのでこういったサポートを得られるというのが一つのメリットではないかと思います。なのでビジネスのビジョンをお持ちでない方とか、あるいは私が何もシェアすることができないから言ってはいけないとかではなくて、そうでなくても来ていただいていいと思うんです。非常に豊かな経験がアントレプレナーとして得られると思います。例えばたくさんのことをコミュニティの人々に教えることができると思うんですね。そういったこともですねできるし、ネットワーキングというような意味合いもあります。パートナーに出会えるですとか、ビジネス上の仲間を見つけることができる、そしてそういった方々をプロジェクトに引き入れることもできます。あるいはデザインワークなどをしている方々はデザイナーと出会うことができるかもしれないし、あるいは開発者を見つけることができるかもしれない。または SNS などされていたらですね、例えばスポンサーからブースに行くと、そのゲームがあると、でそのゲームの中で、私マーケティングイベントの経験があるんですけれども、このグランドフレームがありますね。でその中に自分を入れて、で自分の自撮りとかをするわけですね。でそれを SNS にポストすると、そうすると自分のことがその SNS を通じてオーディエンスに広まるということがありえます。それをすると会社のことですとか、会社のゴールとか何をやってるかとか、そういったことがですね、こういった形で広がっていく、それからそれを活用することができる、そしてコミュニティに共有することができるというようなメリットがあると思います。ありがとうございました。 Thank you very much for your question. 質問ありがとうございました。So I will go from the front, maybe from you. We have enough time, so I think we can cover everybody.
プレゼンをどうもありがとうございました。日本語で話します。私はワールドキャンプ大阪2019でスポンサー担当実行委員をしています。もしスペインでワールドキャンプが開催される場合、どんな業種の会社がスポンサーをすることに興味を持たれていますか。例えばホスティング業、ホスティングの会社であるとか、プラグインを作っている会社とか、テーマを作っている会社とか、いろいろあると思いますが、その他にもどんな会社、どんな業種の方がスポンサーをされるか、することに興味がある かについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 Thank you. Thank you very much for your question. 質問ありがとうございます。スペインでは多くのホスティングのプロバイダーがあります。通常高いスポンサーシップを行うことが多いですね。そしてブースを建てることが多いです。また大学もスポンサーをしています。ワールドキャンプのスポンサーをしています。また地方の企業、ガラスショップなどがスポンサーをするということも見られています。いろんな地元の企業、ローカルな企業、そして食品企業ですね。例えばビール会社、そしてケータリングをやっている会社、ケータリングの契約をしてですね、そしてブランドのスポンサーとして参加をしてもらう。そしてそこでフードのディスカウントをしていただくということがあります。そうするとあまり高くなくて料理を出してもらうわけですね。それからプラグイン、こういったところが主なスポンサー候補だと思います。でもプラグインとかホスティングプロバイダー以外にローカルビジネスにしっかりと宣伝をされたらいいと思います。ビープレスなどに非常に興味を持つかもしれないからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続きましてあちら手を挙げていただいておりますので順番に伺いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。私も日本語、ジャパニーズスピーキー、多分アナさんはご自身でもイベントを作ってことがあるっていうお話だったので、そのご経験をお聞きしたいんですけど、3つありまして、で1つ目はそのイベントをコミュニティという観点だとイベントをやるのも大事だと思うんですけれども、イベント以外の活動というのはどんなことを気をつけてやっていった方がいいかというところが1点目で、2点目がイベントをやるっていうと結構大変だと思うんですけど、それをどのぐらいの頻度でやっていくのがいいと思われるか、で最後の3点目がもしイベントをやって、みんなにこうコミュニティ的に集まってもらうとすると、それは有料である方がいいと思うか、それとも無料である方がいいと思うか、その理由があれば一緒にお聞かせいただきたいと。Okay. If you don't mind, 分かりました。一個ずつお答えしてもよろしいですか。まず一つ目なんですけれども、イベント以外の活動ではどんなことがコミュニティの維持というかには大切だと思うかという。スペインで経験したことなんですけれども、たくさんのローカルの文化っていうのがあるんですね。スペインでは一緒にみんなで集まったりワイワイしたり飲みに行ったりとかするんですけれども、なのでワードプレスそのものを話すということじゃなくていいと思うんですよね。それはもちろんキーポイントではあるんですけれども、しかしむしろコミュニティとして素晴らしい人々に会えるよということを伝えるというのが一つだと思うんです。で友達になったりとか潜在的なクライアントに会えたりとか、そういった形でですね、スペインで新しい人とも出会いましたし、
友達と会うためにワードプレスのミートアップに会うこともありました。なのでワードプレスそのものを話すということではなくて、その例えばミートアップとかワードキャンプ以外の場面でも、まあ、何ヶ月か前にスペインでワードプレスイベントがありました。家族を呼べるんですね。なので田舎に一緒に1日家族と行って、まあ、トークのようなイベントもあったんですけれども、まあ、その簡単なトークといいますか、そのカジュアルなトークといいますか、そのまあ自然の中でピクニックをしながらお話を聞くみたいな感じでした。で家族も一緒に、それからワードプレスのコミュニティの友人も一緒に参加ができるような形でした。まあ、15分程度の簡単な小さなトークがいろいろあって、で一緒にワイワイ楽しむと。ですごく家族を一緒にこう参加してもらうということが重要だと思うんですね。コミュニティにまあ、貢献していくということは非常に個人的な時間を費やしていくわけですから、やはり家族にも一緒に参加していただくことによって、家族とも自分の経験を分かち合うということができますよね。あるいはトランスレーターとかもですね、スペインではすごく人気のあることなんですけれども、知識、ワードプレスの知識をこう集結させて、持って行ってみんなに持って帰ってもらうというのも面白いです。その絆を深めたりとかネットワークにもつながりますし、それは私が見た中で一番すごく素晴らしい経験だなと思いました。ありがとうございます。そしたら2つ目ですが、その2つ目は、そういうイベント、多分今のお話すごい素敵だなと思ったんですけど、頻度的に、毎月1回ぐらい開催していくのがいいと思うか、それとも年に1回でいいと思うかっていう、その頻度はどんな感じでしょうか。そうですね、状況によると思います。例えばマーケティングとかマーケターのイベントを開催するならすごい規模が大きいと思うんですね。なので、1年に1回かもしれません。ちょっとたくさんの作業が必要になるので、あるいはミートアップとかをするのであれば、そのスピーカーを招かないといけないということもあるし、そのコネクションが多ければ、スピーカーのリストも充実するんでしょうが、そうすると1ヶ月に1回ぐらいできるかもしれませんね。1ヶ月に1回が最適かもしれません。同じ週に同じ日に、例えば、第3木曜日とか第3週の木曜日に必ず決まって来ていただくみたいな、そういうのがいいかもしれません。3週目の木曜日にミートアップがあるよみたいな感じで皆さんに記憶していただくと。ワードキャンプもだからそういった形でいろいろです。スペインでも来年ですね、1ヶ月に1回はワードキャンプを持とうというふうに言っています。なのでどういったイベントを開催したいか、参加したいか、スポンサーしたいかとかによって違ってくると思います。しかしながらやはりミートアップとかだったらもっと頻度を上げるべきだと思いますし、人と会いたいとか、このミートアップに来ている人ともっと関わりを持ちたいと思われると思うので、たくさんのミートアップがありますよね。みんな私たち仕事を持ってて家族もいるし忙しいと、そういった中でこういうミートアップの機会を少なくとも1ヶ月に1回は持つことは重要かなというふうに思っています。なんですけど、多分今のお話だとミートアップが無料で、イベントとかだと年に1回とかであれば有料にすべきか、それともやっぱりそれも無料でやるべきかとかっていうのは、なんか思うところってありますか。Yes.そうですね、例えばこのマーケティングイベントとかでしたら、私がオーガナイズしてるんですけれども、フリーだったんですけれども、今はちょっとフィーを払っていただきます。でそれは NGO に寄付するものなんですね。こういったチャリティーワークも絡んでくるような、それをしかしながらバジェットにしてもいいと思います。ですから
まあ、チャリティーのためにやってもいいし、あるいはバジェットを増やすためにやってもいいと思いますし、もしその、まあ、無料でチケットを皆さんに配るとですね、スペインでは私の経験上、まあんまり価値を感じていただけないんですね。そのやっぱりフリーのものに人は価値を感じないので、まあ、価値があると思って皆さんやってるんですけれども、しかしもう与えられる側は無料だからっていう風な頭で来ちゃうんですね。なので、まあ、最終的にはあんまり集まりがなかったり、集まりが悪かったり、あるいは来ると思ってた人が来なかったりで、誰もこう集まらないとかそういったこともありますし、そういうことは避けたいということで、やっぱりこう有料にするべきなのかなというふうな思いがあります。ワードキャンプに関してはそうですね、また違っているかと思います。例えばミートアップマドリードであったんですけれども、何回かありましたが、まあ、私たちオーガナイズしますよね。そうするとやっぱりこうドタキャンするわけなんです。 Google キャンパスで開催されたので、非常に大きなお部屋だったんですけれども、100人とか150人入れるような大きな場所だったのに、本当に空っぽみたいな状態だったので、もうこれは良くないということで、やっぱりみんなが一生懸命力を合わせてやってるんだから、フリーではダメだということで、まあ、少なくともやっぱり、まあ、来られないんだったらやっぱり事前に来れませんという連絡はしてくれないと、というようなそういったこともありましたので、やっぱり関わってくれる方々に価値を考えていた感じていただきたいということで、無料はダメかと思います。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にはどなたかいらっしゃいますか。あ、じゃあ前お一人、お時間的にはこれで最後になるかと思います。 Maybe this is the last question. Okay, thank you. あ、日本語で質問じゃないんですけど、補足でワードプレスのイベントはボランティアが運営するっていう原則になっています。なのでその収益が上がっても寄付をするっていうことであればできるんだと思います。あと会場費とか必要なものの経費はお金を取ることができます。であとはワードプレスファンデーションという団体があって、そこに寄付をすることもできるので、もし利益が出たらやってみてください。以上です。 Thank you. ありがとうございます。ければワードプレスにさらに貢献をしていただければと思います。 So this is ありがとうございます。改めましてアナさんに拍手をお願いいたします。 Thank you very much for your presentation.